ポール・ダミア・マデンは、イギリスの外交官、日本中殺英国特命全権大使、エリザベス女王より、CMG を授与、2017年1月18日、皇居で新任状を法廷。同年8月6日、広島で開かれた平和記念式典に参列している。また、3日後の8月9日には、長崎の平和記念式典に参列し、 広島と同様に原爆の犠牲者への哀悼の意を表明した。2017年1月10日、安倍晋三内閣総理大臣が日本語を話す中日各国大使22名を総理皇帝に招いて昼食会を主催したが、マデン大使も参加した各国大使のうちの一人であった。また、2018年12月14日に開催された昼食会にもマデン大使が参加している。 2019年10月22日、皇居制伝末の間で、近城陛下の即位礼制伝の儀が取り行われ、チャールズ皇太子と共に参列した。2020年12月4日、自身のツイッターで全国47都道府県を制覇したと伝えた。中日英国大使、新任情報定式メディアを再生するポール・マデン、新任情報、示式皇居にて、 ありがとうございます。